皆さん、こんにちは。長瀬です。今回の動画は、おすす漫画紹介第8弾ということで、LINE 漫画で無料で埋める作品をご紹介していきます。今回紹介する作品は、こちら。大和田秀,秀樹先生の隠れた、角栄に花束をという漫画です。タイトル通りこの昭和の、昭和の総理大臣、田中角栄が主人公であり、 その生涯を描いていてますこの物語は1934年昭和年15歳の田中角栄が新潟から上京してきたところから始まります最初は井上工業という会社に住み込みで働きながら工業の専門学校に通うのですが上京してわずか3年で自分の建築会社を設立しますもうこの時わずか18歳か19歳のところなんですね この,この年で起業してしまう本当にすごい行動力ですねその後満州への出征そして終戦そしてその後の政界入りなどなどさまざまさまざまな場面がこの漫画に描かれていますがどの場面でも白山さんの圧倒的な単力行動力人身掌握術を見ることができます学歴がなくても持ち前の単力 行動力、人心の小学術で立,立身出世した田中学園。その生き様からは多くのことを学べると思います。読み進めていくうちに物語の面白さや、格さんの人間性にどんどん引き込まれていきます。ぜひ皆さんも一度読んでみてください。それでは今回の動画は以上となります。最後までのご視聴ありがとうございました。 また次回の動画でお会いしましょう